台湾でよくある24時間のスーパーなんですけど、クオリティの結構高いお店のジェイソンズです。はい、ジェイソンズカラーの岡さんと一緒に潜入します。ジェイソンズ何をやってるんですか？あのいろんなとこ の、 あの輸入のものが多いです。いいねジェイソンズ、そうこういう感じで。あ、これいいじゃん。そうなんですよ。でもちょっとあれなんですよ、ちょっと割高なんですよ。例えばこれ日本のリンゴ、うん、2個で90元89、うん、これ約 3.5 倍じゃないですか。そうね、1個150元ぐらいするんですよ。100元、割と高い。ああ思ったよりね。で南国なのにそんなするんだ。でも待ってください、ほらこれニュージーランドのリンゴは2個で90。あ、だからさっきのやつよりやっぱりちょっと安い。富士です。でもやっぱ全然質が違う。あ、いやいやダメでしょ、ダメでしょ、ダメだね。じゃあスイカ1個119元。こっちはこれはですね、あの服が分かんないけど、ね、400元です。台湾でも、でもこれは大きいから400元か。これ外に投げ捨てたら面白い。いやいや、やめて。いや買うよ買うよ買うよ。お母さんのあのネタ精神がよく分かんない。こうやってフルーツとか野菜、あとお酒。リカコーナー結構あるじゃん。いやでもリカはかなり、これ大学内でしょ。大学のもうほぼ目の前です。だから結構あの大学からも買い物がしやすくていいんですけど、やっぱ輸入が多いんで高いっていう。え、じゃあこっちの大学来たら別にここで全部生活収まるでしょ。収まります。いいね。ここはチーズヨーグルトとかで。輸入コーナーすごくない？めちゃくちゃ多いでしょ。だから台湾人の人は結構あの豆乳が好き。牛乳と豆乳。でこれ見てください、これめちゃくちゃ高いですから。四つ葉牛乳189元。そうやん、これほぼ500円。いや600円ですよ、もはや。マジでこれだって 3.6 倍ですよ。ほぼ600円です、これ。日本だと多分 200〜300円。こんだけストックあるということは買うんだよね。そうです、正直すごいと思いますよ。そこは日本ブランドっていうところで。で、あとカップラーメンですよ、カップラーメン。いや、興味ね。興味ないんだけど、どうすりゃいい。でも韓国のものとか日本のものがあって、あ、でもめっちゃ高いんですよ。これ見てください、一平ちゃんとか1個60、うん、70元です。1個70元。1個大体言うと260円です。ああ、2つでこれっていう値段ね。1個260円。だからもう日本のカップラーメンめっちゃ高いです。で、台湾の現地のものが大体21元とか。ああ、安いんだ。安いです。アイスも、あのメイドインジャパンはめっちゃ高いです。アイススーパーカップ55元 1.5 倍じゃん。もうほんとそんなもんです。 1.5 倍じゃない、 1.5 倍じゃない、2倍、もはや2倍、えもはや 2倍じゃない、算数ができないみたいになっちゃう。いや、てかまず台湾のもそんな安くないですからね、正直。あ、ほんとだ、台湾のですらこれ値段ないね。だからなんか結構台湾でアイスクリームは高級品な感じ。